こまるじパングゆにまるです。今日はですね、じゃん、6月の8日に発売されたスタバの新作を買ってきました。イエーイ。いや、私本当に毎年スタバのイチゴは楽しみにしてるんですけど、今年は告知がなしで発売されたみたいで、私結構デレッとしてる性格なのでもう全然気づかなくて、で次の日の今日9日にツイッターで見て、あ、やばいと思って急いで買いに行ってきました。なのでちょっとね遅いんですけど、大好きなイチゴ飲みたいので、今日はこれから飲んでいきたいと思います。それでは、よっこらしょ。だって袋もめちゃめちゃ可愛い。イチゴのものって何でも可愛くない？テンション上がる。まずこちらがシュワッとイチゴフラペチーノで、もう一個がゴロッとイチゴフラペチーノということで、2種類あるんですけど、まあ見た目はほぼ一緒ですね。結構どっちがどっちか見分けつかないくらい。あとこちらのイチゴ尽くしのムースっていうのも多分新作のスイーツだと思うんですけど、イチゴ関連で買ってきました。でちなみにこのいちごムースは白金高輪のパティスリー&フレンチレストランリーブルのシェフの田沼一栄さんっていうのかな、なんか有名なシェフの方なのかな、が手掛けたデザートの第4弾のスイーツらしいです。でピンクで映えだよね、インスタ映え。じゃあ私はシュワッといちごフラペチーノからいただこうと思います。いただきます。うまっ。え、うまい。うん、なんか確かにめちゃめちゃほのかにシュワッとします。なんかでも調べたところ炭酸ではないっぽくて、なんか原材料の一部が発泡してるらしくて、それなんかシュワッとした感触がするらしい。うん、なんか思った以上にさっぱりしてて、めちゃめちゃなんかいちごまんまのスムージーみたいな感じ。めっちゃおいしい。見た感じ果肉も入ってるんですけど、結構なんかいちごのゼリーが強め、なんかゼリーめっちゃ吸ってて出てくる。え、おいしい。なんかほんとにほのかにシュワッとする感じ。だからなんか炭酸が苦手な人も全然飲めるくらいの微炭酸。なんか一応上に生クリームは乗ってるんですけど、全然ミルク感一切なくて、なんかクリーミーな感じはなくて、スタバのフラペチーノって大体クリーミーな感じだと思うんですけど、これはなんかもう本当にイチゴのスムージーって感じ。さっきも言ったけどもうめちゃめちゃ美味しい。なんかさっぱりめなので、こっちは男性の方とか、あと甘いものがあんまり好きじゃないよって方も飲めると思う。美味しい。こっちのが好きそう。はい、でこちらのシュワッといちごフラペチーノはお値段が640円の税抜きで、カロリーが445キロカロリーだそうです。まあまああるよね。はい、ということで次はゴロッといちごフラペチーノをいただきたいと思います。といってもなんかマジで見た目ほぼ一緒なんだよね。いただきまーす。ん？なんかゴロッと身がすごすぎて吸えない。身が引っかかってる。あ、美味しい。なんかまだあんまり混ぜ合わさってなくて、この赤いところしか一口目は飲めてないんですけど、確かになんかゴロッといちごフラペチーノっていう名前の時あって、こっちの方が果肉がゴロゴロすごくて、その分なんかいちご本来の味がめちゃめちゃする。こっちもなんかいちごのスムージーって感じなんですけど、こっちはなんかちょっといちごジャムに近い感じのいちご味で、なんかゆり的には本来の味の方が好きだから、こっちのゴロッといちごフラペチーノの方が個人的には好きです。美味しい。めちゃめちゃ。ちょっとクリームと混ぜてみたいと思います。うん、美味しい。めっちゃ。スタバの生クリームってめちゃめちゃ美味しくないですか？なんか甘さ控えめで大好きなんだよね。なんか大きな違いとしては、いちごの果実の量と、あとこっちの方が若干クリーミーな感じです。ホイップとか上だけじゃなくて、中にも入ってるから、その分こっちよりもちょっと甘めなクリーミーな感じになります。こっちの方がなんかいつものスタバっぽい感じ。逆にこっちは多分一切ゼリーが入ってないです。こっちはもうほんとゼリーがもうゴロ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 入ってます。なんかどっちも違う美味しさ。美味しい。味は似てるんだけど、ちゃんと違う良さがあります。マジデブの飲み方。あ、ちなみにこのゴロッといちごフラペチーノも
お値段は640円 でカロリーはこっちの方が若干高くて458キロカロリーでした。はい、では最後にいちご尽くしのムースを食べたいと思います。こちらお値段が480円でカロリーはね、意外と低めでした。271キロカロリーです。まあ、スイーツにしては低い方なんじゃないかな。いただきます。わっ、はい、なんかこんな感じでがっつりムースなんですけど、下はスポンジかな、多分スポンジケーキみたいなのがついてます。美味しそうで、上にねジャムも乗ってる。うまそう、すごい。いただきます。やった、めっちゃ美味しい。なんか思った以上にめちゃめちゃ甘さ控えめで、中にカシスのムースが入ってることによって結構甘さがすごい控えめで、なんか大人な味がします。美味しい。うん、スポンジの部分がすごい少なくてほとんどムースだから、なんかあんまり罪悪感なく食べれるかも。だしさっぱりめでパクパク食べれる。美味しい。なんかちょこちょこナッツが入ってるから食感も楽しいです。なんかナッツが香ばしくて結構ポイントになってる気がする。でもスタバがさ、シークレットでさ新作発売したのって初めて。そんなことあったっけ今まで。まあ多分平日ってこともあったんですけど、夕方になっちゃったの今日スタバ行ったのが。でもそれでもいちごシリーズちゃんとありました。よかったって。なんか上に乗ってるいちごのソースも果肉がゴロゴロ入ってて、なんかいちごジャムの味っていうよりは本来のいちごの味だから私的にすごい好き。なんかいちごジャムが嫌いなわけじゃないんだけど、こういうなんか飲み物とかスイーツはなんか本来の味を生かしてる感じのやつのが好きで、なんかすごいね好み。ペロッとなんか食べちゃいそう。うまっ、さっきそば食べたのに。豚やん。はい、ということでさすがにこれ全部一人で食べたら豚になっちゃうのでママと一緒に食べたいと思います。はい、ということでね、今回は、6月の8日に新発売されたスタバのいちごシリーズを飲んだり食べたりしてみたんですけど、こっちも本当に美味しかったので、ぜひぜひ皆さんもお近くのスターバックスに行ってみてください。それでは今日も動画ご視聴ありがとうございました。この動画がちょっとでもいいなと思ってくれたり、美味しそうと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録とコメントよろしくお願いします。それではまた YouTube やライブでお会いしましょう。以上、ゆりまるでした。バイバーイ。